今シーズンもいよいよ大詰め。清水エスパルスにとっては今日がホーム最終戦です。2020明治安田生命 J1 リーグ第33節清水エスパルス対ベガルタ仙台 IAI スタジアム日本平からお伝えしていきます。それでは両チームのスターティングメンバーです。まずはホーム清水エスパルスです。ゴールキーパー大久保、エウシーニョ、バウド、タツタ、ファンソッコ、金子、宮本、竹内、西澤、後藤、鈴木の2トップです。前節からスタメンを3人入れ替えていきました。控えには引退を表明しました吉本が入っています。一方アウェーベガルタ仙台です。ゴールキーパーヤクブスオビク、照山、島尾マテ、平岡、ハチスカ、シーハシ、松下、石原、山田、イサック、クエンカ、長澤となっています。直近の試合と同じ先発メンバーで来ました仙台です。今日2つ目のコーナーキック仙台、長澤192センチあります。松下からさあ八塚だ、最後は八塚が飛び込んでいきました。先制は仙台。長澤のいるあたりにをめがけて蹴ったボールがちょっとね高くなり、そこへ思い切って入ってきましたね。八塚もいい入り方してますね、はい。ファンソッコ、竹内、宮本、うん、さあ足元つないで、いいとこありましたね。さあ西澤ミドル狙ってきた、うん、西澤同点決めました。足元でつないでつないで、最後は西澤1対1。なかなかチャンスを作れない中で決めてみせました、はい。ボランチは松下と椎橋、ここで八塚に入ります。さあゴール前には長澤入る、その前に立つた、松下落として松下シュートだー、椎橋落として松下決めました。血を這うようなシュートでしたね。いやー横から来たボールをダイレクトで、しかもあそこの構成見事に、ちょっとねアウトにかけて、仙台は長澤に代わって西村、そして清水はなんとなんと3枚替えできました。鈴木に代わってドゥトラ、金子に代わって中村、宮本に代わって河合となっています。ハーフタイム平岡監督のかなりもしかしたら激が飛んだかもしれません、はい。あとはそこで例えば相手にカットされたとしても、まあ、カウンターも素早いカウンターはそんなに受けすると西澤に入って、うん、さあ自ら行くか、自ら柔らかいシュートだ、ヤクブスオビクを見て狙ってきました。はい、一応背後を狙ったボールだと思うんですよね、相手のでしっかり受けて縦に入れて前を向く河合、うん、落として竹内の左足。さあセカンドボールは清水だ、エウシーニョが中に入ってくる、細かいワンツーから中村、外に開いているのはファンソッコ、ファンソッコのクロスボールに対してゴール前だ、ジュニロールでトラ決めて同点。最後はジュニオールでトラ、今シーズン6点目。西村打ってきた、セーブは大久保です。コースを狙ってきました、はい。そうですね、ここで浜崎とゲデスがスタンバイしています、はい、仙台です。分かりますね、さあどこに合わせるか、あっと直接いった、勝ち越し、3点目は仙台。
キーパー大久保の動きをよく見ていました、はい、このまま守り抜くか仙台。中村啓太ライン割って仙台ボール。ここで長い笛、試合終了のホイッスル。取って取られてのシーソーゲーム、制したのはベガルタ仙台。